株式会社金華堂は、かつて、金華堂や、バイハンズの名称で、医療品専門店及び、スーパーマーケットチェーンを運営していた、日本の会社。非常常会社。1945年に、中古医療品類販売店として、野萩安夫が、東京、池袋で創業し、1951年に、法人化した。 スーパーマーケットなどを運営していた企業で、池袋駅東口にあった池袋店は、池袋の戦後復興の象徴的存在でもあった。池袋店は、毛糸や布地など、手芸関連の商品を豊富に取り揃え、低価格で販売しており、手芸品の殿堂として親しまれた。1968年に、埼玉県川口市に、川口店を開店したのを皮切りに、 チェーン展開に乗り出し、作業である衣料や生地などの販売に加えて、食料品や雑貨の販売にも進出して総合スーパー業態の店舗を展開した。1978年から1979年にかけて、深谷や佐野、古川の北関東地域で売り場面積が約8000平方メートルから約9000平方メートルの大型店出店を開店するなど、 埼玉県や栃木県を中心とする北関東地域にチェーン展開した。1980年8月に日流に加盟して食料品を調達力を強化するなどして2007年前売上高の約20%を食品が占め、最盛期の1992年2月期には売上高約732億円を上げた。また、 スーパーマーケット勃興期の昭和40年代初頭には、当時業界4強の十字や、大木や、赤札堂と並んで、洋派と呼称された。また、東京では、アブアブ赤札堂や洋華堂と並んで3つの堂として、注目される場合もあった。1990年代後半に古い小型店を閉鎖し、 1995年10月に約1500台の大型駐車場を併設した佐野店を栃木県佐野市に開業し1997年2月に茨城県佐島郡堺町にフィズ堺店を開店するなど店舗の大型化や郊外化への対応を進めたしかし大手量販店の台頭や郊外店との競合など同業他社との競争が 激化したことに加えて、消費の低迷が続いたため、売り上げが落ち込んで業績が悪化することになった。そのため、2002年からは、他のスーパーマーケットや、ショッピングセンターに、テナントとして、手芸専門店、売ンズ金稼働を出店することを中心に据えるなど、出店戦略を変更し、近年は、手芸品の伝道として、湯沢屋と並ぶ、手芸専門店に、 原点回帰の傾向にあった。2008年1月20日に全店舗の直営食料品売り場を閉鎖し、収益力が低下していた食品販売部門から撤退、霞など食料品スーパーのテナントで補う方針とした。しかし、大型駐車場を完備したフィズ・栄店と佐野店には、霞が進出し、同年2月22日にフィズ・栄店に、 フードマーケット霞フィズ店、同年3月20日に、フードマーケット霞堀米店を出店したが、富岡店は、後継の食品スーパーが見つからず食品売り場を、自己破産で閉店するまで再開できないなど、店舗によって明暗が分かれた。前述のような競合の激化による売り上げ減少や、食品販売の撤退による売り上げ減少などもあり、2009年2月期には、 売上高約149億円にまで落ち込んで、債務超過に陥り、負債総額約45.7億円を抱えることになった。そのため、2010年2月22日、東京地方裁判所に破産手続き開始の申し立てをし、同日、破産手続き開始決定がなされた。第300021号破産事件これを受けて、 中小企業信用保険法の特定中小企業者の認定申請期間が開始となり、同日から全店舗が閉鎖された。その中の一つである池袋店も同日から閉鎖され、シャッターが降りたままになった。2011年3月24日、金華堂健康保険組合が解散する。2011年4月28日、 優先債権2億2270万2753円、一般債権3億9406万7837円が最終配当され、破産手続きが終結した。前払い式商標の規制等に関する法律に基づいて2009年9月に金華堂が協託した約1億円の発行保証金を原資とした商品券の還付手続きを 2010年3月30日から6月8日の期間に所定の申し出書に商品券の現物を添付する形で関東財務局が受け付け約2億円程度と推計される未使用分に対して所手数量を差し引いた金額が還付されることになった池袋店には店舗閉鎖後本館のシャッターには閉店を惜しむ全国のファンからのメッセージが貼り付けられるようになった 張り紙や告示への書き込みの形で2010年3月1日で約50件のメッセージがあり、その後も日に日に増え続けて、同月下旬には大人の背の高さを超えるところまでシャッターを埋め尽くすほどになって貼る場所がない人のためのノートまで置かれるような状態になった。しかし、これらのメモ類は何者かによって撤去されてしまい、建物を管理している。 破産管財人の弁護士事務所や金華堂が発行した商品券の還付手続きについての告知を貼ってもらう要管財人に依頼をした関東財務局などの関係者も問い合わせを受けるまで撤去されたことを知らなかったその後池袋店の後の空き店舗は大型商業施設の再生を手掛けるコンサルタント会社の山木によって再生され2011年4月に 本館の後に、GU、池袋東口店が出店し、2011年11月に、別館の後に、パチンコ楽園池袋店が出店し、それに伴って、大規模な改修工事が行われた。事故破産申請をした2010年2月22日から、全店舗閉鎖もしくは閉店となったため、以下の店舗は、その直前まで営業していた店舗である。なお、 インターネット店舗の池袋 KN 店は、別会社の株式会社レブが運営しているため、現在も営業している。金華堂、ハローシティ深谷店解体中の金華堂、佐野店金華堂揚げオ店金華堂小山店。ありがとうございます。